選手である。100メートルにおいて大きな功績を残した選手である。1995年の世界陸上100メートルで優勝したのが国際的なデビューであった。この時ベイリーは27歳で遅咲きであった。また、400メートルリレーでも優勝し2冠を達成した。1996年に行われたアトランタオリンピックの100メートル決勝では、 スタートの反応時間が一番遅かった。特に隣のレーンのフランク・フレデリクスからは100分の3秒ほど遅れてのスタートであったにもかかわらず優勝。タイムは当時の世界記録を100分の1秒更新する9秒84の世界心であった。これは1968年に100メートルに電動ケージが導入されて以来初めて アメリカ人選手以外による世界記録更新という快挙となった。これにより世界チャンピオン、五輪チャンピオン、世界記録保持者の3つのタイトルを独占した。これはカール・ルイスに次いで2人目の達成者である。また、前年の世界陸上に引き続き、リレーとの2冠を達成している。1996年2月9日には、 室内50メートルで世界最高記録となる5秒56をマークした。2001年に引退した。もともと陸上を本格的に始める以前、ベイリーは投資に明るかったことから会社を設立した。ありがとうございます。